はい、どうもこんにちは、カジマックです。今回はこれ YHD8 焼きました。ただ今回今更感ありすぎるんで、開けて中見てケースつけたりフィルム貼ったり、ただそれだけの動画です。はい、これを買った時に一応やってみようと思ったことはあって、ファイヤータブレットシリーズの初期設定、これをちょっと牧羊手部分も含めてまた次買った時に覚えておけるようにまとめたいと思ってます。なんでそっちの動画で余計なことを話さないように、今回の動画で余計なことを全部やっときます。はい、すいません、ほんと今更なんで、よかったら軽くお付き合いください。それでは始めていきます。今回ご紹介するのは Amazon のタブレット YHD8 2022 モデル開封編です。で、今回これ買った理由は、これ僕が今使っている Fire 7、これがまあなかなかのもっさり動作で、とうとう使うの苦痛になってきました。まあ当たり前といえば当たり前、かなりお安いタブレットで、この FireHD8 にしても2024年にあってはもうびっくりするほどの低スペック、そのさらに低スペックな Fire 7、やっぱり厳しくなってくるのは当たり前。はい、これ実はギリ FireOS Android ベースではありつつ、結構意外とサクサクよく動く軽い OS になってるせいか、低スペックでも結構動くとはいえ、やっぱりお値段なりのタブレットと言えます。で、僕は先日 Xiaomi のハイエンドタブレット Xiaomi Pad 6も開封して、他にも何枚か提供品も含めるともっと使えるタブレットあるんですけど、なぜか僕はこれ寝室にはぴったりだと思っていて、普通の Android 機と違ってできることが制限されてるんで、寝る前に使う分にほんとちょうどいいと思ってます。はい、ちょっと無理あるように聞こえるかもしれませんけど、これは本心です。最近では寝室にスマホ持ち込まないようにしてるんで、寝る前にでもちょっとだけ X旧Twitter チェックしたいとか、 Amazon での買い物ちょっと確認したいとか、そういうことに使ったり、たまに動画見たり、かなりライトに使ってます。はい、こういうお話すると、それこそ iPad mini でいいんじゃねって言われる方、結構コメントいただくこともあるんですけど、僕は iPad mini 完全動画編集専用機に使っていて、正直2枚あってもそれで足りなく感じる時もあります。なんで iPad mini は動画編集以外には使わない、そんな僕の環境下で Fire タブレットは意外と使用頻度の高いタブレットと言えます。はい、僕は FireHD8 プラスも持ってたんですけど、もう完全に嫁マックに取られちゃったんで、今回これ開けて今晩から使えるようにしていきたいと思います。で、今回購入したのはサイレンカモデル 32GB のブルー。 Fire タブレットは外部メモリ対応してるんで、ストレージ少なめで十分だと思ってます。結構使うけど、これもライト、かなり軽いことにしか使わないんで、今回はこの Fire 7からちょっとだけ使い勝手向上してくれたらいいなっていう、そういう思いで買いました。あ、で、あとね、これ2022年モデル、おそらく今年中に新型出ないんじゃないかと思ってるんで、わかりませんよ、出るかもしれませんけど、僕の予想ではまだ出ないんじゃないかなって思ってるんで、今回今更これ買ってみました。はい、それでは開けていきます。で、さっきもお話しした通り、もう全然今更なものなんで詳しくはやりません。で、さすがに FireHD8 プラス家に1台あるんで、今回は無印の FireHD8 こっちにしました。はい、これが FireHD8 2022モデル、カラバリ3色のうち僕はブルーを買いました。はい、こんな感じで、よくご紹介している安価な中華タブレットに似ている部分で、これディスプレイ反射がひどいし、結構指紋も目立ちます。なんで今回はまずは保護フィルム貼ってケースも付けちゃいます。で、ちなみに付属品は、あ、こういった充電器と、あとタイプ A とタイプ C のケーブルで、こんにちは、はい、こういったクイックスタートガイド的なもの、これで中身は以上です。はい、それではとりあえず電源入れる前に、もう保護フィルムとケースつけてしまいます。まずはケース、はい、こんな感じでぴったりとケースに収まりました。で、この状態でいくとこっちが上になるんで、はい、こういったスタンド機能もついてます。こうも一応なるのかな、あ、なんかちょっと怪しいな。まあでもこういった可もなく不可もなく普通のスタンドで、ちょっとこのマグネット部分、ケースが一回り大きくなってるんで、多少重くなります。はい、それでは保護フィルム貼ってしまいます。今回はこの PDA 工房さんのフィルム、
これを購入しました。個人的に僕は、ファイヤータブレットには、アンチグレーフィルム必須。そんな風に考えてます。はい、で、ちょっとびっくりしたのが、PDA 工房さん、ウェットドライのシートはあるけど、ホコリ剥がしシール、これがなかったんで、自前のものを使いました。これセロテープでもいいんですけど、いや、このホコリ取りは絶対いると思うんですよ。で、あとね、PDA 工房さんの保護フィルム、めちゃめちゃ精度高いんで、かなり貼るの難しいです。何度かリカバリーして、やっとちょうど中央、貼ることができました。はい、ちょっとまだ基本入ってますけど、このあたりは一晩経てば、なくなると思います。はい、それでは電源入れます。せーの、オン。はい、でこれ、冒頭でお話しした通り、ファイヤータブレット初期設定編、また近々やってみたいと思ってるんで、今回は割愛して、最低限の設定済ませます。せーの、ドーン。設定終わりました。それでは最後に、Fire 7との比較、ちょっとやって今回は終わりたいと思います。はい、それでは、まだ Twitter のままの、Amazon のアプリストアの、こっちは Twitter だけ入れてみました。両方キャッシュを切って、はい、行きますよ。あ、ちょっとこっちに移動しておいて、はい、この状態で、行きます。せーの、もう一回いきますね。せーの。微妙に、ファイヤーセブンの方が早いですね。あ、これミスったかな。やっぱり僕も、ファイヤー1デートプラス、買った方が良かったっすかね。せーの。やっぱり、ファイヤーセブンの方が、ちょっと早いっすね。マジっすか。めっちゃ残念。わ、僕はこれ、どっちかっていうと、ディスプレイサイズ、Fire 7の方が好みだったりするんで、もう単純に、動作の快適さを求めて、今回この、Fire HD8 買ったんですけど、ちょっと微妙な、こういう結果になりました。でもとりあえずせっかく買ったんで、しばらくはこれ、ちょっとお試し使いしてみたいと思います。で、このケース、ちゃんと、オートスリープ、対応してます。はい、ということで、なんで今更これ買ったのかちょっとわけわからんことになってますけど、もうしばらく使ってみて様子見たいと思います。で、冒頭でもお話しした通り、 Fire タブレットの初期設定、ちょっと最初にやっておきたいこともいくつかあるんで、そのあたりは今度まとめてまた一本動画にしたいと思います。ということで、僕は結構寝室タブレットとしてワイヤータブレット長年使ってますけど、ちょっと Fire 7動作が重くなって使い勝手悪いなって感じ始めたんで、その底上げのために Fire HD8 買ってみたけど、少なくとも Twitter アプリの立ち上がり、どうやら Fire 7の方が早かったっていう、そういうお話でした。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマックでした。